久保さん、朝ですね。朝ですよ。今回400億にしましょうか。なんかね、久保さんの動画が終わった後ね、日光のその修繕の動画が関連で出てきまして、400億、もっとかな。まあ400億って言ってましたね。直すのに。すごいですね。で、20分ぐらいの動画なんですけど、その日光のね 日光の修繕あるじゃないですか。じゃあその動画5万回ぐらい回ってたんですね、久保さん。じゃあその日光の修繕しましたよっていう情報があるわけじゃないですか。まあそれを映像化してるわけなんですけど、じゃあそれを見て、じゃああなたは日光のね、修繕修理の仕事をするのかと。まあ5万再生の中で1人漆塗りみたいなね、職人みたいな24歳の子も出てたんですけど、まあなんだろうな、まあその目的で動画は情報公開してるとは思えないですよね。だったらその漆塗り職人がどれだけ素晴らしいかっていうティーアップで会社来ないかみたいな、まあそういう映像になると思うんですけど、単純に歴史、こういうふうにやってきたよっていう情報なんですよ。まあ、何が言いたいかっていうと、情報って、人生において必要ない情報がほぼなんですよ。じゃあその人生において必要不可欠かと、日光が400その億円修理されているという動画映像5万回回ってますけど、それを知ることは人生において絶対的必要なのかと。必要じゃなくないですか？てかそれ知らなくても生きていけません？まあこれに限った方じゃなくて、テレビ番組とか、まあいろんなものあるじゃないですか。で知らなくてもいい情報たくさんあるわけですよ。でも知らなくても、まあに生きていく上で必要不可欠なものですよね。例えば生きていく上で必要不可欠な情報って何かっていうと、例えばホームレスの人だったらどこでその炊き出しありますよっていう情報は生きる上でとても必要不可欠な情報ですよね。どうですかね。どこで炊き出しがあるか分かんなかったら飯食えないじゃないですか。それは生きる上で必要ですよね。だけどなんか僕たちっていうのは必要じゃない情報をほぼ8割9割見てると、聞いてると。どうですかね。必要か不要か。まあいろいろな概念ありますよね。だから情報のネタがないっていうのは、なんだろうな、まあ久保さんが言う通りね、何でも情報なんですよ。まあ例えばね、僕もこれ、まあこれ、マーケティングの話をするならば、これ買ったらね、1本タダなんですよ、ペットボトルが。で最近コンビニ行くと、これ買うと1本タダですよっていうキャンペーンがもう乱発してるんですけど、反応がいいからですよね。だからまあそのなんか自分がビジネスをしている、まあ僕はマーケティング、まあコンテンツビジネスを教えてるので、例えばこれを買いましたと。で今コンビニでね、これ買ったんですよと。で1本無料なんですよと。でなんで企業が今このキャンペーンを仕掛けてるのか、その理由とかね。でここからここの切り口からそのマーケティングの話でいきますよね。まあ現象としてはただ今日これを買っただけなんですよ。でなんで買ったかっていうと、これを買うと1本タダっていうそのキャンペーンにはまったわけなんですけど、で今コンビニでね、めちゃめちゃこれやってるわけですよ、こういうの。じゃあなんで企業はそれやってんのかとはね。だからこれいろんなやり方があって、そのなんだ、新商品を出すってなった時にこの旧商品をね表に無料で出して、でそのけっこれすごくうまいんですけど、この新商品をティーアップする上でこれを無料で配るってパターンもあるわけですよ。だからこっち新商品を広告で広めるために無料で出して広めていくっていうパターンもあるんだけど、このやり方ってお金を回収しながら無料で新商品をねお試ししていただけるんですよね。だって無料引換券もらったら、まあほぼの使うじゃないですか。じゃあその新商品を試してもらえるわけですよね。であとはその
売れてない商品を売る方法にも使えますよね。在庫で余ってるけども、在庫で余ってるやつを買うとこっちが無料みたいな、でこれ売るみたいな、わかります？まあその商品に興味はなかったけど、あこれ買うと一本無料なのかっていうところに興味を持って、この在庫が売れていくっていうね、仕組みですよね。まあなんだ、その減少、このなんだ、缶コーヒー買いましたっていう現象から、まあ点と点を面にして、まあ形にしていく。それは形にするっていうのは、僕は商品を売ってますんで、商品を売ってるから形にして、形、自分の商品を売っていくと。ただし、まあ商品が決まってないとかであるならば、別に何でもいいんじゃないですか。とりあえずその何でもいいっていうか、目的を変えればいいんですよね。とりあえず情報発信になれるってところにすればいいんじゃないですかね。だからそのステージごとを目的を変えればいいと思うんですよね。だから久保さんは例えば今だったら YouTube を撮る目的っていうのは、まあ8割ぐらいは多分一番初期は集客だったりとか商品を売るためにやってたわけですよ。これは間違いないですね。ビジネスをやっていく上でね、集客したりとか、まあライブ放送もなんでそんだけやってたのかっていうと、もちろん趣味でっていう、好きでっていうところもあるけれども、ビジネスをガリガリやっていたから、それを売るための広告 CM、 わかります？だからまあ動画をやってたっていう目的があるけれども、今の目的っていうのはほぼ趣味ですよ。まあそのパーセンテージの、目的のパーセンテージがほぼ変わってるわけですよね。でこの木満長者合宿に関しても目的がもう変わってるわけですよね。最初は販売するため の、あのプロモーション動画だったわけですよ。でももう億万長者合宿開催しても2年以上経ってるわけですよね。だけど続いてるわけですよ。もう目的変わってるんですよね。だって売るもんないんで、今億万長者合宿やんないですから、コロナだしてまあ久保さんといつかセミナーはやるとは思いますけどね。ただコロナなんで、ただ当分先のことかなと。でしかもそのセミナーに関してもお互い気向いたらみたいだねやりますみたいな、コロナ落ち着いたんでみたいな、気が向いたらっていうね。そう、だからこの動画に関しても気が向いたら返すっていうね、目的、気が向いたら返すっていう、なぜ返すのか、来るからっていうね。最初は億万長者合宿集客売るためですよね。だ最初情報発信ができないっていう場合は、まずは情報を発信することになれるっていう目的でやればいいと思います。ただしその目的だけだと稼ぐのは難しいので、じゃあある程度情報発信ができるようになった、トゥードゥで、なんだろうな、習慣化なりました、じゃあその後目的を変えて、じゃあアクセスをどうやれば集まるのかとかね、どうやったら商品売れるのかとかね、どうやったら集客できるのかっていうところに、移行していけばいいんじゃないですか。なんかね、情報発信みんなやっぱできないですよね。でそれってなんでできないかっていうと、根本的にその慣れてないんですよ。難しいんですよ。だから情報発信が簡単になれば簡単になるんで、いや難しいことを続けるのは難しいけど、簡単なことを続けるのは簡単なんですよ。これ結構大事ですよね。簡単なことはまあ簡単に続けられる、だけど難しいことは続けることは難しいわけでしょ。じゃあ情報発信で稼ぎたいんだったら、簡単にまず情報発信できる、じゃあ続けられるじゃないですか。しかも続けたとしてもランニングコストゼロなわけじゃないですか。ということはそこで改善していけば稼げるわけですよ。だってあらり高いですから。で YouTube でね、もし広告入れられるんだったら0円で全部やって、広告収入もうね、アフリエイト報酬、広告報酬、もう 100% 利益じゃないですか。どうですかこれ絶対稼げますよね。だから続けていけば稼げるんですよ。もちろんそこに改善は必要ですけどね。だから目的をシフトしていく、まずは情報発信することになれると。だから最初はだから、これ今日これ買いましたねと、無料でしたみたいなね、してましたキャンペーンみたいな、お得なキャンペーンとかでいいじゃないですか。今期間限定のお得なキャンペーンとみたいなね無料プレゼントとかね、無料プレゼントでしょこれ買うとみたいなね。そう、まあそこからでいいんじゃないですかね。まあもちろんそれで再生数は来ないと思いますよ、有名な芸能人じゃないので。
まあキーワード次第かもしれないですけど、ただまあこのねブラックコーヒー買いましたっていうだけだったら、まあちょっと微妙ですね。ね、チャンネル登録がゼロ、再生数ゼロ、まあ今から始めましたでブラックコーヒー飲みましたみたいな動画を撮ったとしても、まあ検索されることはちょっと難しいですよね。ただし、まあ動画をアップロードできた、情報発信できたっていうことは一つ経験値、慣れの一つの積み上げになるわけですよ。だからもう久保さんと僕の領域に行くと、本当に別にそのこの現象とこっちの現象をいくらでもこうつなげて話せるんですよ。でつなげない時もありますよね。今はだってこの億万長者合宿のリレーの目的が別に 何もないので、わかります。ただ億万長者合宿シリーズの中で久保さんが速稼塾をちょっと売りたいなと、ここ売りたいなってところは速稼塾っていう点とこっちの話の点をつなぎ合わせてるわけですよ。わかります。で僕もドリームアカデミアっていうのをちょっと CM したかった場合は、ドリームアカデミアの CM という点と今日の出来事の点を合わせて面にしていくっていう。でも最初から点と点を面にできないので、まず点を作っていくってことですね。そう、点と点が面になり、面が何でしたっけ、久保さんなんか億万長者シリーズ言ってましたよね。いい名言ですよね、あれね。あれいい話でしたね、そう。いや今日天気いいっすね、久保さん。こうパワースポットですよ、パワースポット、めちゃくちゃいいですよ。これ神社なんですけどね、このこんな感じで神社です。この木がすごくないですか、ほら涼しい。もうね、癒しですよ、癒し、癒しでございますよ。いやでもね、 iPhone もありがたいですね。こんなちっちゃいのに動画いくらでも撮れるっていうね。昔ビデオカメラでしたから、ビデオカメラビデオカメラでしたからね。いやほんとね、今はね、じゃあ思うんすけど、マジで余裕ですよ、余裕、ほんとに余裕。だからそのやっぱね、だからその発信になれる、慣れればデバイスと環境あるので、昔は発信になれたとしてもデバイスな、だ例えばねトークになれ、慣れたとするじゃないですか。じゃあそのトークを公開する場所がないんですよ。でトークになれたとしてもめっちゃ機材必要なんですよね。例えば個人がねライブ配信するとかだったらね、わかります、昔テレビ中継がライブ配信するとかだったらね、何千万の費用です。あのビデオ、あの今もテレビ番組の制作のあのこのカメラあるじゃないですか。1000万ぐらいしますからね。1000万以上しますよ。あの1カメ2カメみたいなカメラマンがこうやってねやるやつ。iPhone でいいっていうね。久保さんすごいですね、今の時代は。まあ iPhone からライブもねできるし、何でもできますよね今。だ何でもできるからこそ情報発信を簡単にできるようになれば、あもうか、もうとにかく余裕ですね。はい、ちょっと長くなりましたけど、とりあえずやりましょうっていうことですよ。億万長者合宿見てんだったらこの動画見てんだったらやりましょうって話です。で、あとはまあ一番最初に言いましたけどね、その修繕修理の5万回回ってましたけどね、それ人間にとってそれ生きていく上で必要なのかと、まあ、必要ではないよねと。それを日光のそのね お寺かその将軍、それをどうやって漆塗りの職人がどうやって修理してるのか、それを知ってもあんま知らなかったとしてもね、別に生きていく上で別に何 あの影響はあんまないっていう、ね、だけど見るんです、わかります。だ久保さんがアポロ食ってもね、まあこれはファンの方がいるんでね、ちょっとあの再生もあるんですけど、アポロ食っても別に久保さんがアポロ食ってるね、アポロパンを食べてるところ見ても
じゃあそれが人生に必要かっていうと、別に必要ではないですよ、あんまり。ね、ファンの人は必要かもしれないですよ。でもファンの人は必要かもしれないけど、それがなかったとしても生きてはいける。ね、久保さんのアポロのパンを食ってる映像がなかったとしても生きていけますよね。基本もう暇つぶしですよ、人生っつうのは。なんかね、誰だったかな、人生っつうのは暇つぶしだみたいなね、誰だ、落語家の人が言ってたような気がするんですけど、本当その通りだなと思うんですよね。もう本当にくだらないものを僕たちは見て生きてるんだなっていう。でもそれがまた、それも人生じゃないですか。くだらない人生を送る、くだらない人生みたいだね。まあ、そんなもんですよ、何が素晴らしい情報なんでしょうね、久保さんね。何が素晴らしい情報なんでしょうか。そう、8割9割ってか10割ぐらいは必要のない情報じゃないですかね、今ある情報って。まあ、そういう概念をね、知っていると、まあ発信もしやすくなると思いますよ。もちろんその価値を提供すると、価値を作り出すっていうね、考え方も大事なんですけど、こっちの裏の側面もあると非常に発信はしやすいです。価値提供、価値提供しようってなると、続けられなくなりますから。だから自分そのものの、自分が発信している、自分が生きているそのものに価値があるっていう、まあ、考え方ですね。わかります。まあ、これちょっと難しいですね、フレームとしては。こんな私なんかとか、こんな僕なんかみたいなね。まあ、自分に価値があるって思ってる人が少ないですからね。なんで価値に気づく、自分の価値に気づかないのかっていうと、それはね、ネットを使ってないんですよ。ネットで発信してないからですよ。半径の、生きてる周りの半径には、まあ、お前ダメなやつだなとかね、仕事全然できないやんと。こう YouTube でもね、すげえ回りますけど、回ってると人もいますけど、ね、会社ではダメかもしれないですよ。周りからお前は価値がないと。お前は仕事ができない、無能だと。だけどね、YouTube の動画でね、カスタムサムネイルでね、上司から無能と言われた部下の逆襲とかね、上司から無能と言われた社員の昼飯とかね、どうですか、ちょっとクリックしたくなりますよね。その借金まみれとかね、クリックしたくならないですか。ハゲで借金2700万ですっていう、この人も10万人もいったかな。ハゲで借金2700万、これで再生数回してますからね。どうすか、再生されてるんですよ。どうすかね、ハゲで借金2700万。そう、あとね、なんだ、あれですよ、失敗小僧さん、失敗小僧さん、もう失敗小僧、失敗人生、失敗してきてるけど YouTube でうまくいってるっていうね、ね、失敗小僧。いや、これはすごいですよ、この失敗小僧さん。ね、失敗小僧さんね、ホワイトボードっていうかね、めっちゃ書いてるんだけど読めない。もうめちゃめちゃこうブワー書いてあってね、読めねえよみたいなね、細かすぎみたいな、いろいろありますから。だからやっぱね、発信しなければ、自分がここにいるよっていう存在をより多くの人に知ってもらうことによって、あ、いいねって言ってくれる人がいるんですよ、絶対います。ね、これね、じゃあそのまあ、イケメン俳優がいるじゃないですか。で、ファッションモデルとかいるじゃないですか。で、雑誌に載ってますよね。かっこいいとか、かわいいとか、綺麗とか。じゃあ、もしね、そこにしか価値がないんだったら、そこにしか絶対的価値、そこにしかかっこいい人だったりとか、綺麗な人とかにしか価値がないんだったら、世の中ね、回らないですよ。だってそうじゃないですか。だって、かっこいいイケメンしか結婚できなくて、かっこいいイケメンと、としか結婚できないし、だからその子孫残せないですよね。どうすか、子孫残せないですよね、もうほぼ大半。だってかっこいいイケメンなんかまあ2割3割でしょ。じゃあ残り7割イケメンじゃないわけですよ。これどうすんのって話ですよね。
でも回ってるじゃないですか。ね。ね、よくそのなんでそんな可愛い子とお前付き合ってんのみたいなね。え？みたいな。そういうなんかリンクあるじゃないですか。ね。でそのめちゃめちゃ美人な女性も。ブサイクだったとしてもこの子いいみたいなね。昔電車男っていうねドラマ映画ありましたけど、ドラマもね、そう電車を冴えない男が美人とねこうなるみたいなねありましたけど、あと野獣、美女と野獣とかねあるじゃないですか。だから発信すればリーチすればね絶対いいって言ってくれる人は絶対いますよ。だからそれはもう小さい世界で生きてるから、その小さい世界の中でお前はダメだって言われてるだけであって、地球規模で見たらそれは価値が出るんですよ。わかります？地球規模で、で地球規模にリーチができるんです今は、インターネットが出たことによって。だからもう価値の格変ですよ、価値の改革です。今までは村の価値しかなかったけど、今は地球規模の価値なんですよ。だから例えばね、日本人にお前はダメだって言われても、外人にいいなって言われるかもしれない。ロシア人にね、かっこいいねって言われるかもしれないですよ。どうですか？地球規模なんです。もはや。ね？そう。で、あるね、村とか、なんかテレビで見たんですけど、ある村では 80% の人が、もう女性はね、デブじゃないとダメっていう。全員デブなんです。だからデブが美しいっていう街なんですよ。どうですか？日本だとライズアップみたいなね、痩せるのが正義みたいな感じじゃないですか。でもそこの街行くとね、太ってないともはやダメみたいな、痩せてるやつはダメ、肉がないとそのダメみたいな、そういう街があるんでしょ、世の中には、世界には。どうですか？すごいですよね。だから今はね地球規模なんで、ありがたいですよ。だから価値がないっていうのは、その価値をリーチしてないんじゃないですか、ね、自分の価値、自分には価値がないとか、自分のあれなんて言ってる人っていうのは、それはもう狭い世界で生きてるっていうね。今正直ね、リアルの世界で生きてるようで、ネット依存ですからね。リアルでは生きてるんだけどね、ほぼスマホ見てるでしょ。スマホの世界で生きてるんですよ。実は仮想空間に今生きてるんですよ。ほぼスマホなくなって大丈夫ですか？スマホなくなったらもうしんどくないですか？だからもうスマホ依存、ネット依存なんですよ。だからバーチャルに実は生きてるんですよ。だからこの世界を知らないとダメですよね。てかここを否定してるのに、じゃあスマホ持つなよって話じゃないですか。ネットに全部つながってるわけですから、もう否定できないです。否定するんだったらスマホ捨てろと無理じゃないですか。僕無理ですね、スマホ捨てられないですよ。だからほぼ一日の何時間はネットにつながってます。仮想空間ではない、まあつながってるんでね、まあリアルの仮想空間みたいな、うん、まあ今回結構久保さんだいぶ長いですね、一発、まあ、たまにはいいんじゃないですか、しっかり話すっていう。まあちょっとしっかり話してますね今回、ちょっといい感じなんで、このシチュエーションがいいっすね。いいっすね。これも情報ですからね。どこに行ったのかって、どこにいるのかっていう、これも情報ですから。これもね、このパワースポット、この木、すごいですよ。これ、綺麗ですわ。これもね、情報なわけですよ。ね、YouTube で調べてほしいんですけど、日本のね、ただ川が流れてる映像とか、小鳥のせせらぎの映像とかね。癒しみたいな、ヒーリングみたいな、その何十万回、ただもうずっとそれ映してるみたいな、もはや、ね、ずっとそのなんか日本の川をずっと映してるみたいなね、ただボタン、レックボタンを押してただ回してるっていうね、それでも何十万あったりするわけですよ。情報じゃないですか。そう、どうですかね、情報って何なんでしょうかね。行ってらっしゃい。